これが残念ながら金じゃないですよ。これが、これが金じゃなかった。あ、そうなんですね。うん、これはこれね、この、あ、そうですか。じゃあこれこれ、あ、なるほど。でもね、あのだから要するにもう。買い取りとかしたらうちがもうね、はい、39円とかで売ってるのでもう値段つけずにもうその、はい、あのいただいてたら39円とかでもう売ってますの。ああ、あら残念。これもこれもつきますよ。うん、その、うん、あるね。このね、これがこれにつくってことは、あの金でも金でもプラチナでも結局その銀でもないってことなんですよ。うん、なのでこの辺はもうちょっと ここがつくのはね、うん、残念ながら。あ、これもそう、これもそうなんです。だけもうこれは申し訳ないけど、もう値段つかなくって、もう要するにじゃあ捨てるぐらいだったらうちでその39円とかで売ってますよみたいな、もうあの、だけど要するにあれじゃないってこと、はい、あの、あ、ちょっとあれですけどね、もうどういう時に使うんですかね。なんかもうおばあちゃんが亡くなって、おじいちゃんもいなくなって、どうしようがなくて、お母さんも持ってるんですよ、こういうの。なるほど、なるほど。あのね、あ、だからね、要はこういうのって、旅先とかでつけてて、もしほら、例えば取られたり、盗まれたりとか、亡くなったりとかしてもいいじゃないですか。とか、あとほら、社交ダンスとか、ほら、はい、例えばじゃあほら、はい、こんなのにほら、こうしてちょっとつけるだけでもあれでしょ、っていうので、イミテーションで使うっていうことですよ。うん。だから要はもうほら、亡くなっても惜しくないみたいな。そういう時のために、そういいやつはの、なんかいいのを置いとって、そうそう、だからほら、要するにもう泊まりに行くとか旅行とか行ったら、ほら、途中で何かあったら嫌じゃないですか。だけど、ちょっとほら、夜ご飯食べるときに、ちょっとほら、華やかにしておきたいとかいうときとかに使うんですよ。なるほど。うん。あ、で、これもちょっと、そういう、うん、そういう品物。うん。なんか、その、なんか、その、なんていうかな、いらなかったらお引き取りしますけど、その、値段がつかないやつ。うん。うん。っていうやつですね。はい。いや、だけど結構イミテーションはありますよ。あ、で、これは、それこそ、これは本当に金だから、これは値段つきますよ。うん。あの、それはそういうものです。あの、わざとほら、もう、ああ、糸あればもうイミテーションいけんって済むやつ、そうそう、とか、あとほら、ちょっとどうしてもほら、人に貸してあげたいとかなんかとかいう時もさ、あるじゃない。だその時に、うん、あの、ああ、糸、もうほら、それでほら、戻ってこんでもいいみたいな、そう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 。あるでしょ、そういうのってほら、ね、貸してって言われて、ああ、いいよって言ってから、ね、うん、うん、そしたらほら、あの、不幸が起きないじゃないですか。ですね、そういうこと、そういうこと。ただ嫌になって終わりますもんね。だってほら、もし気軽に貸してしまっとってよ、あほらその人が別に解散つもりはなかったっけど、ほら取られたとかなんとかとかあるかも、ね、貸さなきゃいいじゃないって言うけど、あ、まあ ね、 ですね、あるやない、そういうことですよ、うん、うん、っていうものです。はい。じゃあ、これがね、3万8000円になります。はい、で、もう、質も預かりも大して変わらないので、はい、あの、そういう品物です。あの、これは金が今高いから、そういう値段になるんですよ。うん。で、これはプラチナ850で、プラチナです、プラチナですね。うん、で、残念ながら、あ、今ピッと押した。こことごめん、押さんのって。ああ、すいません。ごめんね。違いこれ押したくなるよね。あ、ごめんなさい。ここの、それこそこれも違います。ここは違います。この。ここのごめんね、チェーンは本物でした、これが違いました、これがプラチナ、これはプラチナです、はい、これはプラチナなので、いや、あのそういうのありますよ、あのガッチャマンというか合わせ技みたいなのが、はい、これが2万8000円です、はい、そして、うん、そうそう、だけど金とかプラチナでありさえすればちゃんとつくので、あ、それこそこれあれでしたよ、これはラッキーでしたね、18金です、はい、あ、でもこのぐらいの重さなのであれですけど、はい、ということで、こちらが、はい、7000円になります、はい、といったところですが、うん、はい、なので、うん、手放したくないものはそのまあ質預けで、売りたいものはもう、うん、要するにお買い取りっていうことになります。で、別に今日決められなくてもいいです。うん、今日こうでしたよっていうので、あの、相場とかも違ってきますけど、はい、例えば今日、これがね、はい、の11月の10日。で、指輪が、向こう書いてある。ボードが、3万円で、ネックレス。これが、これが、BT。これが、あ、じゃあ、K18、ホワイトゴールド。
7000円っていうので一応こういう風に査定しましたっていうので私は言います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとやってみます。はい、どうぞどうぞ。じゃあしんちゃん使ってもいい？なんか最近ちょっと私がネックレスつけると使いたいって ちぎられるんですよ。ああ、もうなんか何にでも興味を持つ時期だからね。うん。なんでママだけって。ああ、そっか。そうよね。今だって前はさ、ほら例えば男の子はしないのじゃなくて男の子もするけんね。本当です。下2人がするんで、一番上が小学校1年生で、そこはなんか興味がないんですよ。あ、可愛いねぐらいで言ってくれて、あとどうって。真ん中とこの一番下が何か興味あるみたいで。あ、でもさ、例えばほら、そういうファッションとかなんかに興味を持つのっていうのはほら、男の子だって最終的にほらそういうデザイナーとかね、こうなるけん、その目はつまない方がいいかもしれん。ですね。なんか私の髪とかもいじってみたいんですけど、あら、美容師さん行くのかな、ね、もしかしたら。ね。ね。切られるのは嫌なんです。あ、切られるのよ。嫌なんです。得手がってえな、お前。いや、でもそういう美的なものにものすごくね、感度があるってことね。私が痛いの我慢すれば慣れますかね。結構引っ張らずやっぱ。そうか、でもその加減は教えてあげないからね。そうですね。いや、なんて美容師になれんもんね。そう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 。だからその辺は教えないかんけど、その美しいものに興味があるっていうのは、あとほら、だって美術とかあっち側の方にね、あ、だって絶対あの、なんかな、無駄になることないから。そうですね。工学部みたいなの行ったとしても最終的にデザインって大事やし。そうですよね。うん、面白いね。あなた偉いご弁当いっぱいつけてもね、あちこちに。あ、さっきあの家で握ったおにぎりずっと食べてる。偉いお弁当がいっぱい、お弁当がいっぱいついてますね、今。聞いてます。ねえ、お弁当がいっぱいついてますよ。ねえ。ここついてる。うとか、あとこっち側にもついてましたよ。白飯が好きなんです。あ、いいじゃない。元気でなっちゃう。あ、健康的やね。あ、なんか元気そのもの。すいません。あ、いえいえ。はい。お値段の時はまたどうぞ。そうですね。はい。いつでもどうぞ。